萌え萌え、わかんない、もう何周もしてわかんないわ。宮田くんの似顔絵描こうと思ったし。俺の似顔絵どれ？ごきげんよう。ごきげんよう。さあ始まりましたジャニーズゲーミングルーム。今日はですねこのメンバーでお送りします。お願いします。やるよ。どうですか皆さん、空気読んでますか？いきなりっす、うん、いやもう、はい、このメンバー見てよ、半分ぐらい空気読めない。俺含めね。空気しか読んでないですよ。もうカミンちゃんなんかはめちゃめちゃ読んでそうだよね。カミンちゃんはね、俺はめちゃめちゃ気使い。そうだよね、そうだよね、カミンちゃんね、めちゃくちゃ読みますね。なんやったらこのジャニーズゲーミングルーム内でもめっちゃ空気読んでますよ。ありがとうございます。カミちゃんいると安心するもんね。あのメイン MC がいない回に呼ばれることがすごい多いんですよ。ゲームでやっぱ愛がね、そういやもちろん愛があるんですけど、もう MC 大変だわ。できちゃうからね。さあ本日挑戦するゲームはですね、空気読みオンラインです。イエーイ、出た。さまざまなシチュエーションの問題が3問連続で出題されるので、お前は、まあ、僕らですかね、僕らお前はお前って言われんの。そう、お題に沿った行動をとってくださいと、空気読み問題終了後ですね、全員のリプレイが再生されますので、空気読めてるじゃんとか面白いプレイするなと思ったプレイヤーにいいねしてくださいと、まあ、より多くの投票ポイントを獲得してナンバーワン空気読めてるプレイヤーを目指しましょう。なるほど、 OK。萌えな感じで空気を読め。俺と宮田くんめっちゃ得意なやつだ。任せろよ。いけるかな。やらしてくれ、やらしてくれ。あ、オッケーオッケー。なるほどね。これを。時間ありそうやな。あ、ケチャップの。あ、これがむずいわ。作品見てみんな、いいなと思う人にね。さあで3回まで投票できるっぽい。いいよ、ほら一番ね。あーやっぱそうだね。あ、いいですね。あ、間違えた。俺と間違えて、なんかよくわかんない人のやつやっちゃった。いいね、みんないいね。お、え、工事が高い。工事が多いね。萌え萌え、やばい、空気読めなかった今のは。どの俺にしよっかな。素早く空気を読むな。どういうことよ。読むな、素早く空気を読むな。読むな、絶対に読むな。よっしゃー。これさ、みんな同じやろ絶対。おい、おいぐれ。おら、どけどけ、おら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 、どけ、どけてね、おら。よしよしよし、これは言ったんじゃないかな。空気を読んで、あ、素早い、この人素早い。あ、素早いよ、ほら、みんな素早い素早い。だいたい一緒やねんな。そうなんだよね。え、ちょっと待って、オレンジの人だけちょっとトリッキーな感じになってる。ああ、み、緑もだ。あ、いいな。あ、座れんねや。いろいろボタン押してみる、次。ちょっと勉強になりました。座れんねや。おっしゃ、あ、有岡くん。めっちゃもらったぜ。座ってたのがポイント高い。さあ、座ったら僕です。俺ゼロ票やん。またな、素早く空気読むな。素早く空気を読むな。読んだらあかんねんな。読んだらあかんねんやろ。あっ、まだだ、まだだ。違った。ここ。違った。ここ。ここ、ここ。ここ、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 ここ。わかった。あ、うい。めちゃめちゃドリンクくれるんやけどな。まあ、最後はモノトコかね。なんだろう、これ正解がわかんないね、これは。グラス2個ぐらい割っちゃったんだけど。だから取らない、スルーが空気を読まないになるのか、返すのが空気を読まないになるのか。投げ返せんねん。返せんのええな。そんな方法がわからんねんけど。いや、それなのよ、もうほんと探すしかない。あー面白いな、この人。この人めっちゃおもろい。ミヤッチいいよね。やったー、ミヤッチよかった。ありす。ミヤッチしかも一回変なとこに投げたでしょ。あ、一回あの、もらったやつ前に投げた。そんなもできんだ、すげえ。さあ、え、早い。全3回終わりました。結果発表です。いい勝負ですね。おー、宮地と僕がいい勝負だけど、でもこっからまだなんかあるっぽいんだよね。孤独の人、ここの人も俺孤独すぎるやろ。どんだけ入ってないんだよ。相思相愛ボーナス。
お互いに入れてるってことね。あら、ちゃん、あれ、おー、すごい、ありがとうございます。ナンバーワン空気読めてる、ナンバーワン空気読めてる人、空気読めてるってことでいいんですか。はい、空気読めてる、常識人で。一筆書きで鳥を作れ、やってやろうじゃん。だからこれと十字形か。何ですか。おー、すごいね。あ、そういうことか。あ、やばい、始まってる、始まってる、もうむず。鳥、えむずくね。あ、むず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 、あ、時間ないな。全然違う、時間ないな、これやりたいことが1ミリもできなかった。誰に投票していいかも全然わかんないこれ。皆さん見ましょう、一回見よう、みんなのやつ一回見よう。あ、いいな、一回見なあかんな、これはめちゃめちゃいいじゃん、この子。あ、いい、鳥やろ。あ、いい、あ、この人いい、ね、一番鳥っぽい、この子いいな、鳥だな、これ。いや、鳥だ。強いて言うなら、この子かな、強いて言うなら、もうこの人ぐらいやな。うん、この子いいよ、言うなら、来い、俺だ、さっくん。鳥っぽかったね。よいしょ、よいしょ。シャーとなら、ね、激しく空気を読むな、激しく空気を読むな、どういうこと。俺しゃくる、激しく、ああ、激しく空気を読むな、激しく空気を読むな。おら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 、ヤッホー。まあ、あんま邪魔したくなかったけどな。ねえ、ちょっと心痛むよな。本来なら絶対しないですけど、心痛むわ、こんなの。みんなでもそうだよね、そうなるよな。ね。あれ、一人いなくなってるぞ。消えたな。あ、空気読んじゃってる人いる。もう分かんない、もう、もう、な、何しもして分かんないわ。これがいいのかな。正解が分かんない。いや、ね、ピンク嫌だな。え、これこの人が実は空気読んでないのかな。やっぱこうなるよね、やっぱ激しく空気を読むなってなったら、ね、みんなこう当たりにいってる中、一人、あ、なるほど、スルーしてるっていうね。黒いいね、その端に追いやるっていう。あ、宮田君、おお、俺一番多いわ。あ、ほんとだ、どうしよう。とにかく目立つ髪型にしろ。オッケー、おっしゃ、そんなの得意に決まってんじゃん。バヒュー、バヒュー、いやめっちゃ迷っちゃった。さあ見てみましょう。これはちょっと迷ったな。ああ、なるほどなるほど。へえ、目立つ、ね、いいっすね、いいっすね。あ、みんないいよ、個性出てますよ。個性がすごいな、個性やな。これは髪なのか。あ、ちょっとこれはどうかな。まあ、見ちゃう髪型でしょ。髪っていう耳おるやん。入るとな。いや、これむずいわ。むずいわ。判断基準がな、これ。あ、いいね、ミヤッチ、ミヤッチ強いね。電撃ネットワークさんでしょ、これ。いや、そうだよ。いいね、ミヤッチ、いいでしょ。なるほど。結果発表。発表。流星。でも大丈夫、まだ。おー、サブは一番。俺、強いじゃん。まだあるよ。あるから。向こうの人ボーナスあるからね。あと、少子増やもあるから。いや、そうだね。おーい、これはおめでとう、佐久間です。ペケペー、俺です。急いで空気を、急いで空気読め、急いで空気読む、急いで空気読んだろかい。急にこれ来た、おーしゃー、やー、やスマホダメですよ、本当はね。さあどうでしょう。空気を読めか。あー、そっち、そうですよ、空気読むんですよ。あー、見直したかもしれないな。そっか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 。でも注意するのも一個のね、読んでることにもなるからね。うん、うん、
わあ、ありがとうございます。もう道路から外れるっていうね。でも注意した方がいいとは思うけど、ね、ふざけながら空気を読むな。俺ふざけながら空気を読んだかんの。ふざけながら空気を読むな。そうだよな。さあ見ていきましょう。一緒になるよな。いかにね、ちょっとやればやるだけ一緒。まあそうだよね。前来るよね。みんな行くよね。まあアップになるわな。アップやっちゃうよね。アップになって。どすこすこ。最後まで見るよ俺は。もう貫通してるもんね人。新しいねこれ。うん。新しいよ。いやこんなんできひんけどな実際。あんま動きすぎてない笑いが好きだな俺は。そうっすね、わかる。なんかあのシュールな感じが。やっぱガミちゃん多いな俺。大人気じゃんガミちゃん。これめっちゃ入ってんじゃん。ポーズね頼りたくなるんだけどさ。そうそうだね。あのあ来た来た。さっき学んだからな。あこっからかよ。じゃあこうして、あやばい、むずいこれ。あ、むずい、無理や。これは無理だなぁ。なんだこれ。なにこれ。無理や、もうわけわかんない。もう無理だ。なにこれ。やっぱね、スタートも大事なんだよね。立体感出したかったけど、星が足りんかってんな。さあ、見せてもらいましょうか。鳥を。単純にうまい人。みんなの鳥を見せてもらいますよ。自分の中の。あ、待って、いいのいるよ。あ、なんかめちゃくちゃうまい。めっちゃいいじゃん。うまい。あ、いいな。え、これすごい。絶対これ。よくできたよ、これ。書き切ってるし。書き切ってる。書き切っとる。すごい。時間持て余してるもんな。すごいよ、これ。これ鳥だよ、これは。ここしか入ってないじゃん。おー、かわいいじゃん。おー、すげえすげえ。カイちゃんやるじゃない。やべえ、これ文句なしだよ。これはもうダントツでしょ。他の表演者だってカミちゃんでしょきっとね。他の表に入ったところってカミちゃんが入れた表でしょ。僕入れました。どこまで行っちゃうのカミは。おお、止まんないよ。もういいね、届くよ。やった、ここの一ボーナス。嬉しくないのこれ。相思相愛ボーナス。うえい、おー、よっしゃー、これは強かった。すごい鳥がでかかったっすね。鳥すごかった。鳥うまい、すごいわ。素晴らしい。激しく空気を読むな。さあなんだこれ。うわハハハハハ。まあそうなるわな。まあちょっと見てみましょう。見てみましょう。いやまあパターンはね、あ、電車なんだってね、まずここでね、ここでまず理解してから。ちょっと新しいの来たからね。なるほどなるほどと。ん、どういうことだ。あ、降りてくるんだ。同じ、全員同じ。全員同じ、全員同じ。やりようがないんだもん。全員同じ。こっからは乗るか乗るのか乗らないか迷った挙句ですね。ここで分かれますね。乗る人と乗らない人。乗っていっちゃった。流れる人。乗っていっちゃった。一緒やん。難しい。パターン一緒やね、これはね。もう乗ったか乗らんかやん。お、お、有岡くん。あ、すいません。さあ、よっしゃ。第2問目、素早く空気を読むな。オッケー。状況。なにこれ。あ、これはもう有名な映画のやつですね。お、あれだね。なにこれ。え、俺降りてこへんねんけど。あ、そっち側を操作すんのね。あ、
さあ、でもね、俺もこっちやと思う。さあ、こっちじゃない。さあ、見てみましょう。不本意やったな。なんかどっか行ったね。どうやって落とせたん。そうだよな。どうやって落とせた。すごいな、この人。あれすごい、どうやって落としたのこれ。逆さになってるよ。これ難しかった。やった宮地、宮田くん、面白かった。落として逆さでなってる。一番面白かった。可愛らしく、可愛らしく空気を読め。きた。あ、間違えた。あ、あー、当たりだった。さあ、あと2秒。惜しかったな。思えって書こうとしたのに。僕は普通に宮田くんの似顔絵書こうと思ってました。いいね、俺の似顔絵どれ。俺の似顔絵どれだ。可愛いな。まあ、何が空気を読んでるか分からない。あーやー、やった、来た。いいな、2行のやつ欲しいわ。2行いただきました。2行来るやつ欲しいわ。2行いいっすね。ありがとうございました。コス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 コン、よっしゃ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 、いいぞ、いけいけ。もう神ちゃんすごいよ。すごいよ。いけいけ。すげえマジで。あ、トシヤ来たよ、この日ボーナス。あ、階段みたいな。やったー、ガミちゃんだ。強い。やっぱりガミちゃん強い。さあ、空気読んでるな。さあ、というわけで何回もね、こうやってきましたけども、今回ですね、一番空気を読めていたのはガミちゃんでした。やっぱりそうだった。ありがとうございます。いや、これ結構むずいっすね。その瞬間に把握せなあかんから。そうなんだよね。瞬発力大事。そう、瞬発力だったり、まあ、適応力だったり、まあ、うん、まあ、でもジャニーズって結構やっぱこういうね、はい、必要な能力じゃないですか。いや、これ必要な能力だよ。臨機応変さというかさ、うん、多分正解がメンバーによって変わるやろうなっていう。確かに確かに。まあ、勉強になりましたね。勉強になりましたね。確かに勉強になりましたね。さあ、というわけでですね、この動画がいいと思った方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回お楽しみに。ありがとうございます。イエイ。よっしゃ、あ、違う。ありがとうございました。写真。いやー、ちょっと空気読めよ。セーフ。